さあ今回もやっていきましょう。クラッシュバンディック、ダイヤとレリック集めの続きだね。今んとこ結構順調にやってこれたかな。で次のステージ、古代の神殿、結構むずくなかったかな。で前回全然出番なかったからココちゃん行くか。ココちゃんでまずは白ダイヤ行ってみよう。あーこのステージね、はいはい、あれだな、あのね最初やった時にボックスを取り逃したんだけど、その場所は多分あの最後の方に果物が、まあ、リンゴが出てくるんだよね。でその道をたどって行ってなかったんだよ。でまあそこまで行ってみようか。あここじゃねえか。ここねいかにも怪しいんだけどね、行ってなかったんだよ。足場が出る、うわ。でこっちをたどって行ったらボックスあるね、確かにね。大丈夫かな、大丈夫、突然ない場所とかないかな。てかそこ結構あるねボックス。大丈夫だったっぽい、オッケー。でなんか怖いな、なんか上とかなんかあんじゃないの。大丈夫、大丈夫そう、オッケー。じゃここのボックス全部取ってゴールしちゃえば多分全部回収できんじゃないかな。はいはいはい、オッケー。じゃあこれでゴールまで行ってみよう。あら、あー足りてる、オッケー。これラスト、よし白ダイヤゲット、でーよしゴールゴールゴール、いけたー、オッケー。じゃあ次はタイムアタック、よし。それじゃタイムアタック行ってみようか。ここはね1分32秒でした。赤来い、我がしもべよ、フルが良い。しもべって言ったら怒られそう。なにこいつは、ただなんかちょっと意志があるだけの木の板だ、気にするな。さあ行くぞ。でこっから先はね難しいと思うんですわ。もう2つ目の島だよねここね。2つ目の島に入っても中盤ぐらい、こっから先はもう後半戦と言っていい。後半戦はなかなか難しいステージが多い。まあそれはこのステージも例外ではない。1秒もらうぞ、うわ危ない。そしてこっち行く、1分32秒でね、あと1分ある、いけるかな。あもうこっち、あいやまだこれね3分の1ぐらいだと思うわ、ギリギリかな。あぶね、今大丈夫だったの。残り火がノン、パンテラ、アクアクいないの、心細い、危ない。でこっち行ってこっち行く、急いで、こっち行くよ、いねー、ふい、ほわ、さっきよりもだいぶいいタイムで来れてる気はする。だいぶ早いぞこれなら、ゴールド、もしかしたらプラちゃん、また、あ、違う違う、危ない、あーこれは逃したわ、これはプラちゃん逃した。それ足場がないとねいけないんだよ。で待ったら来るんだけどね、来た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 、遅いよ、もう46秒か、だいぶロスったな。で右行く、で炎タイミング無理、よしよしよし、だいぶいいペースで来れてる気がする。よし行こう、そっち行って、でそこに行くの怖っ、で下だよね、下1秒取った、邪魔ですよ、クモスさん、あなた邪魔なんですよ、自覚しなさい。さああと何秒だ、30秒くらいか、食らっちゃわない。でここはもう何も考えず無心で無心で足場に乗るだけですよ。ソーリーソーリーソーリー、行ってる行ってる、すごい、もういい、よし1分8秒、めっちゃ早い、マジか。いやー一発目のステージからプラチナ、まあそりゃそうよ、30分やったもん、もう時間かけすぎだよ。さあ次のステージ、霧の吊り橋で、ここむずいんだよ。お兄ちゃん行こう。まずは白ダイヤ。はい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 。え、ここのダイヤ？白ダイヤ？逃した理由は、あ、そっか、カラーダイヤだ。カラーダイヤルートがあるから、そこまで行っちゃおう。あ、コメントでさ、ちょっと気になったんだけど、ここの左右なんか、行けそうじゃないっていうね、コメントがあったんだけど、確かになんか足場っぽい。違うわ。いや、右の方ならもしかしたらなんかあんじゃない？これ。もう手前か、ここら辺でないわ、あった、ここだ、赤ダイヤルート、どこ行くの。また吊り橋とか嫌だよ、ってか吊り橋じゃない、なんか遺跡みたいなステージに変わってる、なんだこれ。え、上のそのアクションブロックやるん、押すにはどうするんだ。だって無理だよね、無理無理、それは無理。なんか取る方法が、あーここか、これで起動して多分ここの足場が出現するしょ、出現したらん、はいはいはい、こうだ、
やっちゃった。死ぬ。はい、起動してちゃんとスピンするんだね。ここ？はい、オッケーオッケー。でもこの TNT もさ、壊したいわけじゃん。どうするんだ？上行くよ。上行って何？そっち？なんもないじゃん。絶対そこ壊したいんだけど、あの TNT をね。無理じゃないのこれ。ここの軌道はいいんだよね、それね。で、こっち上登るよ。もっと奥。いけない、やっぱ無理だ。なんもないんだぞ。アクアクがいて強引に TNT？ それ壊すのかなーって思ったけど、ないな。わかんないけど、とりあえず戻って進む？あ、アクアク保護者来てくれた。ってことは、戻ってやる？そう、これやっちゃうか。やっちゃおう。壊した。合ってんのこれ。戻った時にはもう足場はない。だけど俺コメントで見たんだけど、どうやらこの縄歩けるらしいんだよ、上。嘘でしょ。あれ、いけない？これてか、いけそうな気がする。あ、いけるわ。じゃあいいや。あ、こっから先は無理だ。縄乗れんのか、本当に。死ぬじゃん。あー、すげー。ゆっくり。これまっすぐ進んで大丈夫？クラッシュ大丈夫？お前大丈夫なんか、ここ。お前大丈夫なんか。お前の心臓半端ねえな。すげえ、行ったよ。待って、ここは無理ってことで、もう一回クラッシュ。すげえ、もう平常心だもん。ゆっくり行こう。もう気持ち悪。降りるよ。降りてすぐジャンプ。そこから普通に行こう。縄なんか危なすぎるわ。って言って死んだら怖い。死ぬの怖い。オッケー。チェックポイント欲しい。チェックポイントが欲しいぞい。よいしょよいしょよいしょ。イノシやろ。てめえ来んじゃねえよ。来んじゃねえっつうの。なんで言うこと聞かないんだよ。敵だから。よし、ボーナス来たからこれはもうセーブされる。よし、一安心。じゃあゴールまでやっちゃいます。よし来た。で、あ、そっか、最後にまだあるんだ。はい、赤タイヤルートすると奥側に進んでいけんのかな。多分これ足場出るんだよね、きっと。出るんだよな、リンゴあるもんな。ある。こわ。いや、それはないわ。まあ、てことはつまりリンゴがあるところだけ。もうね、そのゴールのこのキラキラが邪魔でしょうがない。そこもう一個あるよね、きっと。ある。ここにも二つある。そこにも二つある。で、奥にもある。でも一気に行っちゃう。よし、オッケー。で、これでゴールなんだけど、足りてないぞい。なんでや、どこにあるんだ、あと。あと5ブロック？ 5 ボックスか。どこだ。それアクションボックスだったんだ。うわ、 TNT もう一個増えてる。なんでや。なるほどね。ここ強引に赤くで壊すんじゃなくて、ここに TNT が生まれて、それを起動することによって壊せるもんだったんだ。なるほど。じゃあこれで残りの5ブロック分だよね。よし、じゃあこれでもう一回やろう。おー、出た。よし、これで白ダイヤゲット。じゃあ次はタイムアタックか。よし、それじゃあ行ってみましょうか。タイムアタック。ここのタイムアタックね、なんかね、難しいはずなんだけど楽しみ。難しいからこそ楽しみにしてた。楽しくない？これぐらい難しい方がさ、やっぱりさ、やりこたえあるじゃんね。楽しいって思わなきゃやってらんないよねって話せ話せ。これノンストップノンストップでいくぞ。いいぞ、ノンストップでいくぞ。赤くついてこい。俺の生き様見とけ。死に様は見れない生き様だ。いやん、いやんじゃない。赤ダイヤは取る必要ない。一発で一発で言ったらすごいぞ。ちなみに、あんねえ、よし、ゴールドは1分3秒でした。今な、自分何秒ですか ?33 秒。ちなみにね、おお、すげえ、今のうめえ。うまいけど、なんか違う。それは違う。ダメ。
けどやってみたい。いや、もしかしたらさ、これでプラチナ、お、すごいな、クラッシュ君ってマジで。超楽じゃん、これ。あ、意外と簡単に乗れる。マジで、これいいの？めちゃくちゃ不正だけど。でも、これでプラチナ行くんじゃない？めちゃくちゃ楽じゃねえかよ、これ。ありえねえ。これを良しとするな。おい、怖い。いや、これもしかしたらさ、難しいところだけこうやって使うのは、ありなんじゃないの？こういうとことか。めっちゃ速い。多分速い。うふぅ、なんも怖くなくないよね。わあ、すごっ。なんじゃこれ、なんじゃこれ。これが許されるのか、この世界では。あ、落ちそう。危なかったね。で、その無視。あ、もう一回普通にやろう。脳が早かったりするかもしれない。あ、もうここは怖い。うん、やむずいわ。これだ。異常だって、やっぱこれ、これやっぱ異常だって動きが。こんなゲームじゃなかったって、これ。乗るの上手くなってる。もう名前に乗るの上手くなってるよ、俺。怖い、怖いよ、自分の才能。怖い、怖い。いけちゃってる、いけちゃってるの。怖い、どうしよう。あ、でもここはやめとこう。で、こうしよう。あー、怖い、すごい、なんかわかんないけどすごい。一旦やめよう、普通にしよう。調子こくな。ぬぅ、いいのか、これはいいのか、許してもらえんのか、これ。許して、いけてんだもん。いけてるならこれでいきたい。マジですごい、いいのこれ。ゲームをクラッシュ、プラチナ、そりゃそうだ。いや、まあだけどいいんだよね、だって乗れる仕様なんだもんね。ちなみにランキングナンバーだったっけ。あ、そうだよ、だって57秒でしょ、プラチナ。あれ使わなきゃ多分無理よ、絶対。まあ、絶対か分からんけど、まあいいや。まあ結構楽しかったです。さあ次、また大岩だ、行ってみようか。まずは白ダイヤ、あ、やってみようか。え、このステージは最後の方に確か紫ダイヤのルートがね、あったはずなのよ。じゃあそこまで行ってみようか。近い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 な。ニア、ベリーニア、オッケー、来た。はい、これが紫ダイヤのルート。どこ繋がってんの、下。何？あ、綺麗。光り輝くキノコいっぱい。待って、上にいっぱいあるよ。まあれはジャンプブロックで、よいしょ、取れるんだね。何ここ、この雰囲気知らないね。あ、人食いバナがいる。とりあえずこれ壊して、あと何ブロック、何ボックス、結構あるな、あるのかな、ちゃんと。はい、もう一回行きましょう。よいしょ、結構あるな、すごいな、1アップの量が。で、そのボックス全部で多分 OK かな。一応回収しとこう。 OKOK、 はい、カンスト90機素晴らしい。そして OK、 白ダイヤ。それじゃタイムアタックいこっか。はい、それではタイムアタックをやっていこうと思います。なんで倍速なのかというと、見ての通りそんなに難しくはないかなと思ったので倍速です。ちなみにこのステージのプラチナは1分18
18秒でした。3秒欲しい、もらいました。願いましてはというのはソロパンですね。いや思うんですけども、ソロパンってどうなの？みんな普通に学校の授業で触った？使わなくね？まあ古き良き日本の文化というものですね。1分17秒きた。プラチナ、あれ今回すごくね。プラチナプラチナプラチナのプラチナ、わすごいいっぱい。そしたら次いっちゃおうか。イノシシチャレンジ、ここもタイムアタック。じゃあ行ってみましょう。タイムアタックをまず取りたい。取った、スタート。あータイム見てなかった、まあいっか。でもここは別にさ、全部のそのタイムストップ取ったりとか、あと若干のインコースついてけば絶対にプラチナなるよねきっと。まあそれ意識してやっていこう。せいせいせい、お母さんという悲鳴が聞こえる。強くなれ少年よ、強くなって人間どもに復讐を誓え。危ない、危なかったよ。だから死ぬな、だから死ぬな、強くなれ、生きろ。それを父も母も望んでいる。お父さん望んでいるさ。何の話だよ、危ない、怖い。うわー、さっきどこでぶつかったっけ。ここか、ここだ、危ない。よし、どうだ、いけるか。あ、終わる。で24秒、どうかな、プラチナかな、さすがに。そうね、まあここはねプラチナ取れて当然って感じだよね。さあ次行こうか。嵐の古城、あそうだ、あのさコメントで見たんだけど、どうやらねこのクラッシュバンディクの日本版のこのリメイク、嵐の古城と夕焼けの廃墟のステージ名が入れ替わっちゃってるらしいね。だからここは夕焼けの廃墟みたい。そしてタイムアタック、時間はゴールド4分10秒、長っ。入ってみようか。ここが夕焼けの廃墟、タイムアタックね、ゴー。行ってみよう、タイミングバッチでした。でこここうして、ないしょい。4分10秒か、長えな。うん、死ぬよね。もっかい、うん、見るか。いや、いけた、いける、いける、いける。な、どうかな、無理かな。ここはいいっしょ、待つしかないか。まあ、最後の方はいい。で、ここに、今あったな、赤いるのでかいよ。そして行っちゃおう、こっち行って、トカゲ坊やいる。なー、トカゲさん邪魔ですね、あなたね。そして、このまま一気に、行っちゃいたい。行けるもんならな、俺なんかに行けるもんならな、行ってみながらってんだよ。ってことだ。よし、よいしょ、これがいいな。そしてこっち行って、邪魔だな、邪魔だな、行けるか。1秒取った。よし、いいよ。そして、タイミングバッチ。そして、まあ、これはもう、流れに身を任せよう。そして、これも流れに身を任せちゃう？任せた方がいいよね。そうしよう。で、こう行く。4分10秒ね。むっか。いや、もう行けるなら行きたかったけど、もう、なにこれ。ここがわかんねえな。あ、行けてる。なん、行けた。これでいいんだ。ちょっと怖い。無理だった。いった。そして一旦待つか、ここ安全に行こう。ここはで、ここ行ける、行けてるのね。そしてやめろよ、今だ、炎もいいタイミング。トカゲ坊や勘弁。嘘嘘、行けてる、怖いな、お前ら怖いんだよ。え、どう、今52秒、え、タイミングはよくわかんないけど、よくわかんない。待って、落ち着け落ち着け落ち着け、ここだ、ここだ、よし、はいはいはい、ここテンポはいて、ここで行く。やべ、やっちゃった、あぶねえ。ここは大丈夫だね、ここは安心しておくって。上に乗る、そりゃ長いわこのコース、そりゃ長いわ、熱いの。はい、怖いな、こっち乗る。で、時間取っとこう。こっち行って、こっちのテンポは変わんないか、一緒。はい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 、オッケー。で、そこにボックスないね。で、ここは大丈夫、怖くない、ない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 よ。なんでそれ、なんでそれ、こんなんだったっけ、こんなんあったっけ、もう記憶が曖昧。ここあったっけ、こんなの、なんだなんだ、とりあえずもらっとくよ。もらえるものは何でも。こっち行く、テンポは変わんないな。こっちオッケーで、こっち行く、今だ。
今か、今なのか、今あったのか、俺またっぽい、合ってるっぽい。そして絶対にそこに乗りたかった、乗りたかった、乗りたかった、乗れる、よし。で今1分53秒、やっとこれで、これで半分、これで半分マジマジっすか、怖いっすよ。落ち着いて、落ち着いて、まだゴールド圏内だと思うんすよ、おそらく。はい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 、ゴー。そしてこっから先なんだっけ、あーはいはい、毒々しい、毒々しいトカゲ坊や。そしてここは早い、なんかわかんないけど早い、なんかラッキーなタイミング。そして下降りちゃっていいかな、いいよね、それ落ちないよね、オッケーだ、大丈夫だったっぽい。おい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 、大丈夫だ。でこれこうしたら多分楽チンコース、あぶねえよってね。こっち行くしょ、タイムストップをちゃんとしていって、待って、落ち着け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 、あった、確かにあった、ここで、ここはい、でこれはいつ、次だ、ここだ、はい、乗る、落ち着け、それに乗る、そして右に行く、行かせていただきます。今行きますね、2分58分、あと1分だ、さらに登るんだっけ、なっげ、よいしょ、落ち着いて、これちょっと早め、いや変わんねえか、はいはいはい、よいしょ、どうだどうだ、こっち、これね、乗るのがね一番むずいって話、いやこれゴールド逃しちゃうかな、ここ乗るの超むずくね、いた、いた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 、わかんない、なんかよくわかんないけど、いった、なんかラッキーだけど、どこ、ここだな、いや乗り、乗りづら、乗りづら、ここだ。で、うん、どうだったっけ、まだあったっけ、上まだそんな長かったっけ、このコースって。早いな、そこ、ここ、はい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 、いった、どうだ、まだ終わらない、まだ終わらない、もう死んだらまた最初からだからな、頼むぞおい。あーもうゴールド、あーギリギリタッチオンさて逃した、悔しい。まあ普通のレリックでもいいんだけどね。じゃあ次行こっか、コアラコングが OK で、さあ最後の島、3つ目の島の機械化計画の、まず白ダイヤからやっていこう。あーこのコースか、このコースも長かった気すんな。カラーダイヤの道あったんだったかな、まあ行ってみよう。これだ、ブリオボーナスが俺できてないんだ。手前にあるってことやな、じゃんまだ。どこだ、あこれか、あのコメントで見たんだよ、この敵の間に落ちると、あーなんかある、なにこれ、右じゃないもんね、こっちにあるのかな、あのブリオの、あった多分これだよ。で戻れんのこれ、あこれで上に登って、あもう一回どうぞって感じなんだ、あオッケー、じゃあこれでいけるわ、ありがとうございます。よしこれでブリオ3つ揃った、じゃあ行ってみましょう、ブリオボーナス、さあ行ってみよう、ブリオボーナス、ブリオボーナスは結構難しいイメージなんだけども、これどうすんだ、え、アクションブロック、あれを押してからの勝負と、はいはいはい、あこれ楽しい、あ死ぬ、押してこっち行くと、はいはいはい、臆せず臆せず臆せず、これ1回乗っていいもんね、まあいっか、でこう行けばいいんだ、はい楽しい楽しい、はい楽しいね、はい楽しい楽しいね、はい、いい子ですね、よしこれでいいかな、で全部取って30個、 OK、 多分これでゴールすれば白ダイヤいけるかな、お、いった、86分の86、白ダイヤゲット、よし、じゃあ次タイムアタック、さあそれではタイムアタックをやっていくんですが、このステージも割と無難に進んでいけるかつ長いステージだったので早送りかなと思うよ、よいしょとか言いながら一回被弾しちゃいましたね、難しいものは難しい、そこは強がっちゃいけないよ、よいしょ、タイムアタックだからできるだけ困りたくはない、当たり前の話だけど、このスチームは怖い、スチームのタイミングしっかり見て、さあ進め進め進めや進め、2秒もらって下に降りちゃおう、はい行くぞ行くぞ、行け行けクラッシュ、全てを壊すのだ、破壊の限りを尽くすのだクラッシュよ、そのためのクラッシュだろ君は、
そういう願いを込められてお母さんはつけられたんだろうね。クラッシュという名前をデストロイじゃないだけまだ良かったんじゃないかなと僕は思うんです。危ない危ない、あちょっとロスっちゃいましたね。さあ行こうデストロイくん。よいしょ。デストロイバンディクーってなんかこうプロレスラーみたいだもんね。あらーコーナーデストロイバンディクーふってなっちゃうもんね。それはなんかちょっとやっぱり子供の人気が取れないんじゃないかなと。キッズ人気は大事ですよ。よいしょ。可愛らしいゲームですからね。可愛らしいのか、いや、カートゥーンでね可愛らしいとは思うけども内容は本当に。よいしょ。硬派硬派なりこのゲーム。さあどうだ。2分1秒いけたかな。普通まあまあいいですよ。さあ続いてコルテックスの発電所白ダイヤ行ってみよう。あーこのステージね、ここなんかおしゃれだよね、この導入部分が。よし、じゃああのねヒントに書いてたんだけど青ダイヤを手に入れると新しい道に返されると。あそうだコーンステージだ、視点が違うんだよ。そしてあのルートがいっぱいあったとこだったか、ここ確か違ったかな、多分そうじゃなかったっけ。はい伝じろう先生、あそうだやっぱそうだ。どうしよっか、とりあえず右は前行ったんだよな。行ってみようか、こっち側行ってみて、戻るべきなんだよな後に。多分チェックは取っちゃうよ一応。これ戻れんのか後で。こっち行っちゃっていいのこれ。ダメな気がする。いや戻ろう。はい戻ってきました。左ってないもんね前も。入ってみよう。何かあんのかな。あれ誰だ誰だ誰だ、びっくりしたびっくりしたびっくりした。中ボスクラス、ピンストライプみたい。こうやって四角に隠れながら行くのかな。わあいい役もらってんじゃん。さよなら。弱い。何そんだけ。ああなんかあった、なんだここ。行けばよかったこれ前。1アップもらった。あれ視点戻りまして、さっきのヒーハーおじさんは何、ヒーハーお兄さんは。あ青ダイヤルート、行く青ダイヤルート。まあそうね、行けるなら行ってみるか。行ってみよう。ついといて赤く。でここでホラホラしちゃうんだけど、ホラホラするメリット今ないぞ全然。まあいいや行ってみよう。こう行くしょ。で青ダイヤルートに多分ボックスあると思うんで、ボックス、あほらほらほらする価値あったけど死んだ。さあ無敵モードにならないで進んでいった方が絶対いいということが分かったんで、これでいってみよう。でどうしよう。あでもこれ TNT だよね、一個起動しときゃもういいんじゃないかな。うん多分これで確認はしたいけど、うん大丈夫そう。じゃあこれで進んじゃっていいのか。また別のルートもあるもんな。とりあえず進んでみちゃうよ。戻れるよね、きっと戻れるよね。戻らせておくれよ。なんじゃこれ。よいしょ。でここで戻れると、ん戻るというか、うわー進んじゃってんだよね。じゃあどうすんだ、また逆走か。お得意の逆走始まる。行ってみよう。キャッうっいた、行ってみよう。あそういえばさ、ジャンプスピンでさ、ちょっとこれジャンプ飛距離伸びんのか。危ない、うわやられちゃった。あだけどありがとうアクアクさん、アクアクさんありがとう。んこっちがボックスあんのか。いやなどこ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 。ちょっと説明がね口では超むずいから、最初からでちょっとお見せしよっかな。とりあえず自分が今のところ分かった正しい道筋っていうものは、多分ここは一緒、こういって壊したよ普通に。でまず右でいいと思うのよ。右行って、はいここ下降りちゃいますと。降りて赤くもらって、その後左かなと、左行ってこっち行く。して、このねまっすぐ行ったら青ダイヤの行き先、左の下行ったら青ダイヤルート繋がってんのよ。で危な、この奥行ったら一応チェック取っとくか。チェック取っといて、はいそこのリフト危ない、これに乗るとさっき見たところに繋がると。そうだよねこれ、そう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 、青ダイヤルートで行った先に繋がると。だからやっぱりこの青ダイヤルートをまずやっちゃおうかと。
はい、青ダイヤルートが終わりました。で、ここでもう半分ぐらいか。で、こっち戻る必要ないと、繋がってるだけだからよくて、その後はもしかして一番右のルートまだ行けてなかったからそっちかな。待って待って、どうなのこれ。とりあえずこれ取っていくよ。全然足りない。違うな、まだ行ってない道あったな。こっちだ、一番右。お、なにこれ、知らない、この雰囲気は知らない。お、あ、また出てきた、はい、ピンストライプもどき、はい、倒しちゃって、で、ボックスここにありますよね。いいのかな。で、あ、これだ、このアクションブロックを押したら多分最後のゴール前のボックスが出てくるんだ。多分これ足りてんのかな。じゃあもう一回やるわ。あれ、やっぱ足りないんじゃないの、これ。 B ダッシュじゃない、やっぱ違うんじゃないの。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 個、あともう2つあるな。あった、これだ。よし、あの2つね。よし、多分いったかな、これで。うん、そうだね、30で、こう1個ずつ慎重に壊していって、最後のそこにある4つ、これを壊して終わり。よし、オッケー。いや、大変だった。うまく伝えるのが難しいな、ここ。よし、じゃあタイムアタックやっちゃおっか。43秒でゴールド。まあ、ここのステージはどうなろう。タイムアタックは別に難しくはないと思う。あ、クラウが危ねえ。どのルートいいかな。なんとなくこっち行くけど、あー、危ない。食らっちゃうよね、あいつ。強えよな、ほんと。よいしょ、こいつは弱いのにね。そしてこっち行って、ここ今行ける。アクアクがいるだけでだいぶ心強い。で、左行こう。右は意味がない、あのピンストライプもどきがいるだけで。こっち行っちゃって、こっち行っちゃって、43秒ね。どうだろう、25秒ね。今来たかったな。取って、でもね、短いんだよ、一応短いんだよ、入り組んでるだけで。ここね、はい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 、いける、いける、いけない、あ、今踏んだよね。よいしょ、まあな、まあまあまあ、おこぼれ、見逃してくれたんだ。スイ、44秒。うわー、さっきの3秒取ってたらゴールだったな。よし、それじゃあ次行こうか。次は発電室侵入。ここは1分8秒、まあまあ短いんじゃないかな。行ってみよう。あー、このステージか、行ってみよう。2秒取った。まあ、ゴリ押していけるかな、どうかな。死ぬ、いやー、いっぱい死ぬ気がするな、ここ。大胆かつ繊細に、もうそれができれば苦労してんだけどな。よし、でこっち行く。タイミング見る系多かったっけな。ここいる、ここいら、あ、いらなかった、全然いらなかった、届かねえし。まっすぐ突っ切っちゃう、目もくれずに、目もくれずに、そんなものには。そしてアクアクは目もくれる、首ったけ。よし、あ、でも意外と、あ、そう、意外と、よいしょ、スムーズに進んでいけるコースなんじゃないか、ここ。あ、こういうところあったか。まあでもそんな怖かはねえぞ。で、ジャンプスピンの効果ちゃんとあるのかな、これ。よいしょ、危ない、今の。この赤くが第二形態だから、もう結構ゴリ押しちゃっても良さそうな気もする。で、これはちょっと、待ちタイム。なんで、慎重に、慎重に行くぞ。ここも慎重に。で、31秒。あと半分って感じか。怖い。怖い。危ねえ。てか、すげえことに気づいたよ。もう、今回の動画、回し始めて2時間半もやってる。さすがにお腹空いたってわけだ。お腹が空いたってので気づいたぞ。2時間半もやってるぞ。その1秒いらねえな。1秒ごときいらんわ、くれてやるわ。さあ、どうだ、あと少し、あと少し、あと少しだぞ。こっち行く。あー、でも1分8秒はこれもきついな。え、どうやってこれ短縮できるんだろう。あと8秒だもんね。え、だってちゃんと、あの、さっきの1秒以外はタイムストップも取ってたはずだよな。もしかして、序盤の方のアクションブロックで出せるさ、超美味しいものがあったのかな。まあいいや、オッケー。普通のレリックかな。そうね。よし、それじゃあ次のタイムアタック、ここでもう今日は終わりにしようかな。1分3秒いってみようか。
そっか、このステージか。なるほど。まあどうだろう。何も考えずにひたすらひたすらまっすぐ進んでいくってのもまあいけるんじゃないかな。そう、臆するから臆するんだよ。当たり前だけど、当たり前、そう、当たり前の話なんだけど、流れに乗っちゃえばそんな怖くないんじゃないかなと。あいつのタイミングだけちょっと気をつけよう。それぐらいでいいんじゃないか。で、多分そろそろバウンド来る。いや、まだ来ないか。その1秒もらっとくか。もらっといて、そうね、ガンガン進んでた方が結果的に避けるドラム缶の数も少ないじゃないの。いいぞいいぞ。よし、終わらすぞ。終わらして飯食いに行くぞ。腹減った。いい秒もらうぞ。おらー、臆しなかったから、まあ、関係なかった今のは。食らう。大丈夫、いける。あと40、あと15秒か。そんぐらい、多分次最後。いや、もういないんじゃないか。3秒もらっとくぜ。いや、まだいた。あぶね、かかってこいよ。逃げない、逃げた方がよかった。なんかこうガチ勢がやってるような動きのイメージの真似っこのイメージ。どうだ、臆するな。わ、臆した方がよかった。臆せえ。マジなんか臭いみたい。関係ねえ。さあどうだろうな。あと20秒ぐらいなんだよな、きっと。ゴールドは、あ、23、あ、でも OKOK、なんかとかなってるぞ。お、なんか遅れたぞ、なんか遅れてるぞ。奇跡よ、起きろ。さあ55秒、早かった。どうだ、ゴールド。よし、それじゃあ今回はここまで。もうほんと時間忘れても2時間半以上プレイしてた。で、次は、ピンストライプじゃなくてカメカメジャンプから、こっから行こっか。もう指が痛い。